新潟柏倉、ここに並里つきます。新潟は佐藤、2クォーター出だしから石崎選手入りましたね。マークのスリーポイント、選手がねうまくこう、はい、両手を上げて、はい、体を寄せてついてるっていうところが、はい、非常にいいディフェンスをしてますよね。あそこ手が下がってしまうとなっていうふうには見て取れますね、はいはい。そしてこのマークセントフォートのアタック、そうですね、マーク選手のねスリーポイント、はい、不入ターンオーバーから今村、いやーマークセントフォート素晴らしい、グッ、いや流れ引き渡したくないですからね。そうですね、おーマークスリーポイント、マーク選手いいです。さあヘンドリックスとクーリー、佐藤を呼んで、佐藤、田代が追い込みますが、マークセントフォート、いいですよ、仕掛けていこう、柔らかいですね、そうですね、ウォッシュマン、あブロックショット、マークセントフォート、すごいブロックですね、なんですか、今のセントフォート選手のブロックショットは、ここのブロック、高いですね。ほぼ垂直飛び出す、2桁は超えてきています、セントフォートです。そしてノミ、ここも決めていきました、セントフォート、外で決め合っていますが、岡田、おー、これセントフォート、そしてバットノミ、何か出しどころ探りますが、セントフォートに岡田がここはついています。セントフォート、ターンアンドから、いやー、ね、ちょっと決めていきました。ヘンドリックスがスタートに渡す、ノールックで渡して、セントフォートここにいて、あ、いいですね、セントフォートここでもらいます、もう一回外で回してシュート決めていきました。結局セントフォート中に行かず外で開いて、ノミは石谷がついています。アレン中にセントフォートバンパス、このポストアップセントフォート、ここ得意なプレーなんで、アレン選手、はい、ノーミー、ここからオーセントフォート、そうですね、セントフォートドライブ、長吉つくが打っていく、いや今日いいですよ、そうですね、逆にここはセントフォート打ってるか、ここですね、エドワン、セントフォート選手ですよね、はい、前からのディフェンス、こういう、はい、ちょっとしたパスミスなんですよね、アレン、ここは打っていくが少しのショットになって、セントフォート拾い直して打っていきます。五十嵐も指示を出す、ノーミーに対して林をコーナーを指を指すが、セントフォート、いやいいですね、これ五十嵐の投入というところもありますか。それもありますし、この2ビッグ、はい、やっぱすごくあのオフェンスのリズムとしては効いてますよね。あ、セントフォート、これですね、ここも決めていく試合になるんじゃないかなと思いますね。何か明らかに、はい、ね、先ほど五十嵐もスピード上げるような感じでしたもんね、はい、あとはこれを勝ち切ることですね。セントフォート、こういったところも決めていく、やっぱこういうシュートきっかけに、こういうプレーきっかけに、はい、ディフェンス悪いディフェンスきっかけがありますから、はい、でセントフォート選手ですね、セントフォートが3はね、あこで決めていくという、はい、前半のハイライトまでほとんど出てない選手ですからね、はいはい、で後半一気にもう26彼が いい時間帯でも、あのアレン選手、ヘンドリック選手、この2人の外国選手、関選手にセントフォート一気に加速した、決めて、そして N1 カウンターの残りの、はいはい、セントフォート判断も早かったです。はい、また右手ですよね、昨日松井選手も取られたこの右手、この右手ですね、はいはい、これをしっかり両手上げて、その後のコンタクトは問題なく、ゾーンですね、ゾーンですね、ここでね、はい、あ、いいですね、ここでセントフォート決めた、前節26と、まあ、このチームで長くやってるんで、ジャッジメントはいいですからね、川崎はね、セントフォート、おー、決めた、セントフォート、ノーミエ。セントフォートに取ったノーミから、セントフォート、エンドワンですね、はい、い
今の、まあ、今日のゲームなんか初めて見ましたかね。そうですね、はい、中面ゲームの中のピックアンドゴーで入っていくダイブをした中によく入れましたよね、能見君。これちょっとハンドオフ危なかったんですけども、このピックアンドこのパスダイブのところはやっぱりいいパスをしたので、フォローが篠山選手でしたから、はい、今季は非常に状態がいい、非常に状態がいいですね、まあ、京都がマブンカ選手を取ったのは大きいですよね、アシストもあるんで。セントフォートここは決めています。セントフォートには大塚になっているのか、ここスイッチしてセントフォートに長谷川、ダブルチームで行った川崎、セントフォートが決めています。セントフォートがカバーになっています。スコットとのワンオンワン決めました。ここは速さを生かして、よく見ていた。そして最後、おっとブロックショットですね。でアウトバーンになっています、逃げたボール。LJ ピークが入って比江島がアウトになります、宇都宮。いやー、ここはセントフォート、いや今完全宇都宮は99点、セントフォートうまくコースが空いていました。バスケットボールカウントになります。出すところがなかなかない、ようやっと五十嵐なんですが、あー最後これはいいパスになりました。いいでしょう、柏倉自分で持ち込んでいって、あーここはタイムと1番オフェンスリバウンドから先頭2つが入りましたらご案内いたします。ローポストなんとか決めましたね。カットしました、ね、さあこれはチャンスになった。セントフォートへプレゼントパスをワンハンダンク、ね、タイムアウトですね。これは宇都宮の方はお怒りタイムアウトになります。もう一度今見てみましょう、ここのスコットからのパスをスティールしましてセントフォートですね、こういうミスから流れ変わりました。なんとかかいくぐって最後はセントフォート、選手うまかったですね、はい、勝負にいった、周りがちょっと動けていない、まあ、いいですよ、いやー、ねじ込んだ、バスケットボールカウント、よかったですね。いや、ここはもうあえて勝負に行ってという形になりまして、そうですね、積極的にインサイドアタックしていい形でコントロールされるときついですよね。時間使いますもんね、はい、当然サエンド、うん、おーブロックショット、その後もう残り1秒ぐらいだったんですけど、はい、まずこのブロックショットは見事、先頭取れ、やっとこのピッカセントフォート見事、これはお見事、まあ、宇都宮としてはオフェンスは悪くないですから、ここちょっとディフェンスで我慢ですね、こういった形でちょっとやられると。とてもいい働きを見せている今日の林です。セントフォートジャート・ウィレムスマッチアップですが、フェイダーウェイシュート決めてきた、いや難しいシュートでしたけどね。ノーミン、昨日もノーミンの逆転のシュートがありました。ここはキックアウトしてセントフォート3が決まった、逆転